プレミアリーーグ、ニューカッスル41チェルシー日本時間11月26日、セント・ジェームズ・パーク、プレミアリーグで衝撃のタックルが飛び出した。中盤でハードワークすることで知られるニューカッスルの MF ・ジョエリントンが、チェルシーの DF ・リース・ジェームズ相手にラリアットに近い腕を使った危険なタックルを犯した。ラフプレーに対して批判的な声が寄せられている。 1>, 1対1で迎えた45プラス3分のアディショナルタイム、ニューカッスルの MF ジョエリントンがチェルシーの DF ジェームズに激しく寄せたところ、勢い余って入れ替わられてしまった。すると、ブラジル代表 MF は手を使ってイングランド代表 DF の前進を阻止。その際に意図的ではないだろうが、首に腕が入るラリアットのようなタックルとなってしまい、 危険なプレーだったとして主審からイエローカードが提示された。これには視聴者も、ラリアットやん、クビ W、これは危ないて、と反応。危険なプレーに対して批判的な声が寄せられた。このプレーがなおさら批判の的になってしまった要因は、73分のリース・ジェームズの退場だろう。ジョエリントンのタックルとジェームズが退場したシーンは無関係だが、 チェルシーサポーターからすれば納得がいかなかったのかもしれないアベマプレミアリーグ